生まれた。はい、誕生日です。はい、今日は誕生日。ちょっと頭セットします。ボンバー、ボンバー。誕生日か。34歳か。今のところメッセージが1件しか来てません。現在何時だ ?7時ちょっとかな、朝の。来ないかな今日はこの後一旦帰って、またお店来て仕事してちょっと早めに終わって予定はないので、自分のプレゼントでも買いに行こうかなね。ちょっと無理やりでもね、無理やりでも買ってやろうと思いますよ、今日ぐらいは。いや、34歳か、結構経ったな。よし、完了。それでは一旦帰って仕事していきます。いらっしゃいませ。ララポートに来ました。久々にララポートに来ました。久々の外出です。久々の外出。人がいるよ、すごい人がいっぱいいます。やだよ、怖いよ、コロナ怖いよ。今ねどうにかね買えました。買いたいものが見つかりました。はい、買えたのでもう帰ります。いい買い物ができました。自分へのプレゼントが買えました。早速帰って発表します。はい、戻ってまいりました。久しぶりにお出かけして一人でララポートに行ってきました。自分に向けてプレゼントを買ってきました。あんまり普段物買わないんですよ。でも今日ぐらいはいいじゃない。早速買ってきたものを発表します。はい、ここに持ってますよ。僕が買ってきたものはこちら。やっぱり何も買えませんでした。じゃなくてこっち。はい、メガネを買ってきました。はい、こちらジンズさんでメガネを買ってきました。はい、こちら実はじゃじゃーん。はい、ジンズスイッチです。このメガネは土入りなんで、土入りのサングラスとして使えるジンズスイッチを買ってきました。マグネットでカチッとね、こうやってつけることができるんですよ。しかも今年のはシャキーン、こうやって上げれるんだって。ダサい。いいよね。最近は運転するときはメガネをかけていたんです。僕実はジンズスイッチ買うの3回目なんですよね。この前のが壊れちゃったからちょうど買いたいなとも思ってて、ララポートに行った時に思い出したんですよね。今回は自分への誕生日プレゼントとしてジンズスイッチを買いました。サングラス部分を入れるケースも可愛いよね。カラビナついててかっこいい質感のものがねもらえましたね。しかもジンズのアプリを持っているだけで、なんと今ならジンズスイッチが 20% オフで買えてしまうんです。1万2000円の消費税の 20% オフなんで1万円ぐらいで買えましたね。めちゃめちゃお得に買えたんです。誕生日にいいことがありました。あ、そうだ、あともう一個買ってきたものがあります。持ってきますね。よし、はい、これ、ケーキでーす。誕生日だからケーキ自分で買ってきちゃった。早速食べていきます。うん、うまい。お気づきの方もいますかね。実はこれシャトレーゼの糖質 86% カットのショートケーキです。こんな時でもダイエットのこと考えてる杉永34。これからも頑張っていきます。34歳の抱負は、これからも YouTube の発信を頑張って常に変わらず続けて、それが多くの人に届くようにこれからも頑張っていきます。はい、誕生日おめでとう。メガネ似合ってたよ、ジンズスイッチいいねと思ってくれた人はグッドボタンで教えてください。だからも皆さんが見たくなる動画をね作っていきますんで、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。誕生日プレゼントちょうだい。本日は以上です。それではまた会いましょう。バイバーイ。